朝結構いろんな練習してたじゃないですか、はいはいはい、あれはずっといつも自分でルーティン化してる感じですか。いや最近の課題で、クローズにして打ったりとか、はい、まあ、ちょっとボール捕まえる意識なのかなとか、はい、そういうのを見てたんだけど、はい、なんかそうやって自分の今ね課題にしてるものとかある感じですか、うん、はい、うん、なるほど。ちょっとスイングを見直してます。なるほど。どんなところですか。インパクトの時になんかこう、こうなんですか、こういう動きが、なるほどなるほど、こうなっちゃうね、逃げる動きが出ちゃうから、はい、左のこう作るというか、うん、受ける動きを、うん、ちょっと捕まえて、はい、だから今のこのホールのティーショットなんかすごくうまく打ってたと思うし、はいはい、ただ課題なのはセカンドショットでちょっと体、ね、フェアウェイの右サイドから左に向くときに前の癖が出たりとかするのかなっていう、ちょっと、はい、まあ、ミスっぽいショットになっちゃったのかなと思ったんですけど、はい、朝バンカーショットやってたじゃない、はい、うん、あの感じのイメージがちょっと出てた感じ、はい、そうですね、ちょっとフォローを計算するの忘れちゃったな。なんか、なるほど、自分いい感じで打ったんですけど、ね、そうだよね、ちょっとスピンがほどけちゃったよね、はい、買ってほしいけどね。なんかすげえいいショット打ってるし、うん、また頑張ってください。ありがとうございます。とんでもございません。ありがとうございました。